lost inside my thoughts and when I start to think. こんにちは、タビマスです。わあ、綺麗な夕日だね。今回は群馬県前橋市にあるアングラーズプラッツをご紹介するよ。早速施設と釣り場のご紹介からスタート。プラッツはそんなに大きな釣り場ではないんだけれど、1時間券から1日券まであるので予定に合わせて釣りができるのが嬉しいね。じっくり釣りをするのにも、ちょっと釣りをするのにも嬉しい釣り場です。2つのポンドがあるんだけれど、まず大きめのポンドはこんな感じ。大きめのポンドは中央付近に何本も木が生えた島があって、その付近にお魚も溜まっているみたいだよ。水はややクリアで、たまに泳いでいるお魚も見えました。景色や雰囲気も良く、のんびりと釣りを楽しめるよ。もう一つのポンドは受付のすぐ横にあって、小さめの塩型ポンドだよ。上から水が流れ込んでおり、水はややクリア。お魚を見ながらサイトフィッシングが楽しめるよ。受付の中ではちょっとした釣り具なんかも販売していたよ。自動販売機はあるけれど、ご飯は売ってなさそうだったので、一日釣りをする人は買って持って行った方が良さそうだね。ちなみに受付の一番奥から周りを見渡すと、前回ご紹介した日の出釣り堀さんは目と鼻の先、こんなに近くに2つも釣り場があるなんて羨ましいよね。それでは釣りをスタート。ご主人頑張ってね。Suicide.
みかん県が豊富だから、ちょっと釣りをするのにもぴったり。ぜひ、素敵な雰囲気の中、釣りを楽しんでみては。よかったら行ってみてね。それでは、今回はここまで。またね、バイバイ。It keeps bringing me down.